こんにちは。僕たちは韓国人バンド、ピアルティでーす。今日一緒に勉強したいと思った曲は、キングヌの一樹です。これから一緒に勉強したいと思った方々は、登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。基本的な説明です。名前はキンヌ。2013年から活動しました。レーブルと事務所が同じなんですけど、アイオラジェペンです。この曲は劇場版呪術廻転ゼロっていうアニメの主題歌でございます。この曲の MV の監督を務めたのは映像作家の木村太一さんなんですけど、この MV について洗練された世界の中にバンドとしての荒々しさを融合しました。環境が変わっても自分たちの表現方法は変わらないというのがこの作品のコンセプトだとコメントしました。それで今日は絶対諦められない自分の一途なことを思いながら見てほしいです。では行きましょう。진짜부터가꼬이저진짜녹음하고오면서들었거든요더빨리달리게되더라고요자전거를 나지금연습실오는길에 진짜 BPM 몇일까이거 BPM 그렇게까지빠르긴한데엄청나게빠르나16비트로도통해가지고16비트로치기에는빠른 BPM 이긴진짜뭐맨날원래되게이상한소리로많이시작을했으니까오히려기타소리로이렇게시작하면되게신선한것같아요아그러네킹구누치고되게밴드악기로시작하는게오히려신선한것같아요그러네항상그리고약간피아노가좀베이스가많았었는데이번엔기타로탁중심잡아주니까새로운곡인것같은느낌진짜밴드곡같은느낌애니메이션이랑도잘어울리는그전에주제가가이제이브씨가곡이었는데그곡도약간되게밴드사운드로강하게치고밀어붙이는데잘어울리는것같아요애니메조금봤는데전투신이엄청화려하고그래서진짜잘어울릴것같아요극장판이면힘을더쓰잖아요그치그치아진짜이렇게한번연주끝나면은진짜진빠질것같아요 이런곡20곡하라그러면어떻게해야될까요 체력진짜길러야겠네역시킹군에빠지면안되네 위에저런영상들이일본에있는그팀을아프그거같은그런영상미가있어서역시아트아티스트다그런느낌이딱오더라고저세트장한곳에서촬영했는데정말다양하게각도에서잘찍은것같아요역시저보컬이두명이있어서색깔이다르니까섞였을때그약간아름다움이있어아今回セネタさんが使ってるギターが結構得意な形のギターですよね。一応ギターブランドの中で一番有名なフェンダっていうブランドのスインガっていうギターのボディの形なんですけど、75周年の限定としてセネタさんと一緒にカスタマイズして作った新しいギターです。値段考えたら値段は普通のギターの値段だと思うんですけど、今は売ってない限定版だからもう買えないっていう。そうですね。なんか曲短いですね。でも歌詞はめっちゃ長いと思います。あ、大変歌詞が多いとリズムがなんか逆に強くなれるみたいになって、いや歌詞多い方もなんかいいなと思って日本語勉強しなきゃだねと思いました。僕の頭でいる単語全部使ってもできなかった。밴드가할수있는세상제일멋있는거는힌두가다하는거같아요다하고있는거같아지금진짜오그러고이스튜디오어디서많이봤던거같은데유명한스튜디오인가봐요여기를많이쓰는촬영장요즘저는영상을제
쏘면서촬영을많이한다고하더라고요どうでしたか？マイクによってなんか性格は違うんですよね。なんかボコルさんが使ったマイク見ると SM57 というマイクなんですけど、普通にこのマイクはなんかスネアとか楽器録音するときに多い使うんだけど、電話する音みたいになんか慣れるから、本当にそれもなんか使ってみたいなとなんか思って、やっぱりかっこいいから真似したいなとなんか思いましたやっぱりアーティストだなと思いました。あの曲を作る立場で見たら、僕はああいう曲が作れるけど出せない感じの曲で、今バンドとして見たら羨ましいなと思いました。なんかライブでしたらみんな観客席を見ながらライブするんですけど、この MV でお互いに見ながら演奏するのを見て、それから来るシナジーっていうか、それも結構強く感じられて、バンドとしてなんか一つのチームとしてめっちゃいいチームだなと思って、やっぱり一緒にそういうほど行きたいと思います。キングナのサウンドはいつも独特だから、あのバンド定番のバンド曲の中でどういう風に独特にするのかと思って聞いてたんですけど、本当に基本的なバンド構成なのに、まあ、あの本当にさすがキングヌだけのサウンドになった気がします。もう一重だったらマジなんか男の道の感じじゃないですか。だからあ、自分を信じて、まあ、走るの感じが感じられて、楽器も歌詞もなんか演奏の姿も、うんうん、パフォーマンスもそうだって、めっちゃエネルギーをもらった感じがありました。あ、今日もたくさん勉強になりました。これからも一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラームセッティングよろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。またね